焦げパン。パンもゲームをやるらしい。開店です。パズルゲーム。一番簡単だってさ。普通難しいらしいよ。遊び方知ってる？遊び方。やるね。クリア。完璧。クリア。一番簡単だってさ。簡単モード。完璧。クリア。完璧。クリア。完璧。クリア。やるね。クリア。残念。やるね。クリア。完璧。クリア。完璧。クリア。完璧。クリア。
完璧。クリア。完璧。クリア。おめでと閉店でーす。焦げパン。パンもゲームをやるらしい。いろいろあるよ。ミニゲームが増えてるよ。変われる練習。目指せ！スチルパンや
い。早く早く。暑い。早く早く。早く早く。焦げちゃうよ。早く早く。焦げちゃうよ。早く早く。早く早く。早く早く。暑い。失敗。ゲームオーバー。目指せ。焦げパン運動会。焦げパンバリボWe'll be right back.
焦げパンリバーシ。
焦げたときの食から白目、無表情に。何事も投げやりで後ろ向き。ゲームに興味はあるらしいが、あまりうまくない。その上すぐ飽きてしまう。クリームパン。焦げる前はクリームパン。十勝平野さんの絞りたて牛乳を使用した高級クリームが中身。手先がとても器用で字も綺麗。焦げているわりにおおらかな性格。ゲームは大好きな様子。苦手なジャンルはないが、歴史大戦ものや推理小説ものを好む傾向があるみたい。 炭パン。元はあんパンだったらしい。かまどの中に長時間いたために焦げすぎて、もはや炭以外の何物でもないパン。何事にも無口、無気力、無関心。
関心だが、気が向くと長話になる。他のパンたちの前ではゲームはやらないが、実は隅っこでこっそりやっているらしい。マヨネーズパン、焦げたマヨネーズパン。他の焦げ仲間の大きさと比べるとちょっとだけ小さい。優柔不断な性格で何事もきっぱりはっきり決められなくていつも迷ってる。やりたいゲームを決められなくていつも迷っている。やり始めても選択画面にいちいち迷うので大変。チョコパン、焦げたチョコパン。頭に乗ったチョコも焦げているが、原材料はベルギー産の高級チョコレートだったりする。とっても甘えん坊な性格で、焦げパンにもよくベタベタまとわりついてくる。コントローラをチョコでベタベタにしてしまうのが悩み。ゲームをやっているみんなにベタベタしている。フランスパン、焦げたフランスパン。頭がとても大きいのでいつもフラフラしていて、自分の意に反してよく他のパンとぶつかっている。だから動かないでじっとしていることも多い。割と温厚な性格。ゲームは好きだけど頭が邪魔するので対戦ゲームの相手がいないみたい。スティックパン、焦げたスティックパン。とても顔が長く誰も目を合わせることができない。個人行動を好み、ミステリアスな部分が多いが、他のパンへの気配りもする大人な性格でファンも多い。テレビ画面が見づらいのでゲームはあまりやらないが、みんながゲームをしているのを見ているのが好き。食パン、焦げた食パン。上質なバターを使って焼き上げられた立派なホテルブレッドになるはずだった。頭はでかいが性格は内向的。小心者で何にでもすぐショックを受ける。長時間ゲームをやると頭が重くて疲れてしまうので控えている。ゲームをするみんなの背もたれ代わりによくされるらしく傷ついている。蒸しパン、蒸しすぎて硬くなってしまった蒸しパン。柔らかいものに敏感で、ふかふかしたものを見たり触ったりするとすぐ泣き出してしまう、とっても泣き虫なパン。画面に出てくるふかふかしたものに敏感に反応してしまって、なかなかゲームが進まない。ごまパン、ヘルシーを売りにパン屋が新発売したごまパンになるはずだったのに焦げてしまった。
ごまは東南アジア産の黒ごまが使用されている。姿形は焦げパンに似ているが、性格は結構ゲーム好き。他のパンのセーブデータを消してしまってもごまかしている。綺麗パン、綺麗に焼かれたあんパン、上品な甘さのあんこがぎっしり。純粋なパンたちだが、あまり深く考えないところもあるため、焦げパンを傷つけてしまうことも。明るく元気で素直な性格。ゲーム大好き。無邪気に何も考えないでやるのがいいのか。実はリバーシ初段だったりする。焦げパンとゲームするのが大好き。ヒレイクリームパン、綺麗に焼かれたクリームパン。やや頭が良いパンが多く、話し方も割としっかりしている。流行のパンやパン業界の動向などに詳しい情報通もいる。キレイパンと同じく明るく元気。新作ゲームのチェックを欠かさない。裏技などにも詳しく、他のパンたちの情報源らしい。黒糖パン、綺麗に焼かれた黒糖パン。生地には沖縄産の黒糖が使用されている。体はキレイパンたちの中では大きめで、焦げパンに近い。礼儀正しく熱血しやすいパン質で、スポーツも得意。ゲームを始めると熱中しすぎて時間を忘れてしまうほど、体を使うものが好きみたい。メロンパン、綺麗に焼かれたメロンパン。黄緑色の生地の中身は高級な夕張メロンクリーム。幼い性格でとてもおしゃべり。ちゃんと言葉を覚えていないのか、言い間違いも多いけど気にしない。ゲーム中でもおしゃべりに夢中になってしまうので、あまりうまくいかない。でも気にしない。いちごパン、綺麗に焼かれたいちごパン。栃木産のいちごを使用している高級パン。甘酸っぱい香りと愛らしい見かけに反して、ものすごい根性の持ち主。営業スマイルも得意なパン屋の売れ筋ナンバーワン。取扱説明書をじっくり読んでからプレイする慎重派。コントローラーさばきを特訓してからゲームに挑む。カレーパン、油で揚げられたパン。表面はカリカリでサクサク、中身は本格的なインドカレーでとっても辛い。厳しいことをズバズバ言うが、悪気はなく、自分にも厳しいところがある。性格もとっ
ても辛口。よく他のパンたちがゲームしているところにきつい一言を入れている。ゲームコントローラーが油で滑るのが納得いかない。焼きそばパン、きれいに焼かれたコッペパンに関西風ソース焼きそばがたっぷり挟み込まれたパン。気がつくとお客さんのそばに寄っているので昼過ぎには売り切れている。物静かでお行儀が良い。アクションゲームをやると体も動いてしまうので頭の焼きそばが乱れて大変。クロワッサン、ヒレイ仲間のニューフェイス。織り込んだバターの層も美しい。サクサクとした三角形のパン。その起源は17世紀のオーストリアにまで遡る由緒正しいパン。そのせいか性格も、ゲームの主人公になりきってしまうので、ロールプレイングものなどをやった後はぐったり。ゲーム雑誌や攻略本を読むのが好き。焦げパン、焦げたアンパン。十勝平野原産の最高級小豆で作られているあんこが中身。焦げた時のショックから白目、無表情。